チェアリフト、チェアリフトは旅客用の高架作動で両端のターミナルの間に張られて連続して循環する環状の構成のケブル、柵と中間のトー々トを有し一連の椅子を運搬するものである。主として山岳における交通手段であり、特にスキー場で用いられる。この場合にはスキーリフトと呼ばれる。また、アミューズメントパーク、主事の観光用施設でも見られ、 都市交通としても次第に用いられるようになっている。またこれとは別に滑走式リフトと呼ばれる、スキースノーボードの利用客がロープを直接つかむ、またはロープやケーブルに取り付けた半機にまたがるつかまる、あるいはバー等の指示具につかまる、背中や腰に当てがうことで移動するリフトも存在する。旅客用ロープウェイは最も速いもので、速度は秒速12メートル。 時速4 3 2トルに達する。これに対して、スキー場において、長年にわたり、主力の機器であった二人用、チェアリフトは、1時間あたり、約1200人を、最高秒速2 3ル時速8 2 8トルで運ぶことができる。また、自動循環式4人用チェアリフトは、1時間あたり、約2400人を、最高で、秒速5ル 時速18キロメートルでで運搬可能である。人間用の作動はアジアでは1600年代以前から山岳地帯で谷を越えるための手段としてよく知られていた。これは編んだ線を人が手で掴んで人力で横断するものであった。貨物を運搬するためのハーネスやカゴにも革新的な改良が加えられた。記録上で最初の機械式の作動は ベネツィアのファウスト・ブランチッチが1616 16年に設計した複線式の乗客用のものである。業界では一般にオランダ人ウィーブ・アダム・ワイビー・アダムが1644年に初めての実用的なシステムを建設したと考えられている。この技術はヨーロッパのアルプス地方で発展したが工作と電気駆動装置の出現によって急速に進歩し広まった。 第一次世界大戦は、イタリアとオーストリアの間で、軍事用作動が大幅に利用されきっかけとなった。わかっているうちで、最初のスキーリフトは、アメリカ合衆国間補修、サンバレーのスキー場に1936年に設けられたものである。このスキーリフトは、1939年、以来サンバレーリゾートの主要なスキーゲレンデとなった、プロクターマウンテン。 より有名なボールドマウンテンの3トル東にあるに設置された。このチェアリフトはネブラスカ州オマハにあるユニオンパシフィック鉄道技術部のジェームズ・カラン、ジェームズ・カランによって1936年の夏に開発されたものである。カランはユニオンパシフィックに勤める前はバナナを運搬船に積み込む輸送システムを開発する会社に勤務しており、 バナナ用の針を椅子に置き換えて、当時スキーヤーの運送用として、一般的であったトボガンよりも、収容人員が多く、J ーバーリフト、滑走式リフトよりも快適な機器を作り出した。カランの基本的な設計は、今日のチェアリフトでも未だに使用されている。最初のスキーリフトの特許は、1939年3月にカラン、ゴードンエイチバナーマン、ゴールドンエイチバナーマン、 グレン・ H ・トラウト、グレン・ H ・トラウトに与えられた US パテントに152-235。このプロジェクトを財政的に援助したのはザンバレーの創設者であり、元ニューヨーク州知事の W ・アベレル・ハリマン、W ・アベレル・ハリマンであった。オリジナルの1936年のリフトは後にミシガン州ボインマウンテンに移設され、その部品は現在も使用されている。 世界で2番目のチェアリフトは1938年にオレゴン州マジックフットに設けられたリブレット社のマジックマイルと呼ばれるチェアリフトでこれは当時世界最長であったこれに先立って設けられたリフトもあったがそれらは最高運搬用に建設されたものをチェアリフトに転用したものであった例えばユタ州パークシティにあった最高用作動は 1939年に人間用、スキー用に改造されている。ヨーロッパで最初のチェアリフトは1940年にチェコ、当時のチェコスロバキアに建設されたものである。また、日本で最初のチェアリフトは1946年、昭和21年にかつて北海道札幌市のヤ山に新中軍専用として 作られた札幌スキー場に仮設されたものだが、現存せず、コンクリート台座の移行だけが残っている。なお、民間用として、最初に仮設されたリフトは、群馬県の草津国際スキー場、1948年、昭和23年、現、草津温泉スキー場のものである。主な構造については作動を参照。ここでは作動に記述がないものについて記述する。起点。 終点停留場支柱、中間地点で支援策を支えるためのもの。鉄塔、交換延筒系支柱、交半型水系支柱に支援策を指示する滑車と作業台は設置されるのが基本で、他に脱策事故を防止するための脱策検出装置や、風速計が貼り付けられることがある。通常は、一定間隔で一本ずつ設置され、一本に、 月両側に2個から6個の滑車が取り付けられるが、斜面の角度が変化する箇所においては1本あたりの滑車の数を増やしている。急激に斜面角度が変わる箇所では、複数本の支柱を連続して立てて対応する場合もある。輸送力増強の目的で2000のリフトを1本の支柱の両側に 天秤のように懸垂するタイプも存在するが、後のトリプルリフト、クワッドリフトなどの輸送力が、極めて高いリフトに置き換えられる場もある。初期の滑車は鋼鉄のみの車輪だったが、市営作のケーブル表面に作成上生じる凹凸や、通過する半機の悪作装置による振動を滑車が拾って、騒音を発するため、現在は滑車にゴム巻きを施して、 騒音を軽減したものが使われている。初期の支柱は、トラス構造の鉄塔が用いられ、スキリフトにおいては誤って、または故意に、鉄塔の隙間にストックなどを差し込んでしまって、ストックなどの破損や半期からの転落事故とならないように、上り側のみに防護板が取り付けられていた。現在は、大半が、円筒型及び型水系の支柱となり、ストックなどによる事故は起こり得なくなっている。 支柱は、天井部に電線を仮設し、前述の脱作防止各装置のデータ送受信のほかに、リフトの乗降乗間とスキー場内施設等への電力供給や電話などの通信用として、電柱の代わりに使われることもある。半期初期タイプのチェアリフトで、下記運行を行う場合の半期には、屋根が取り付けられているものがある。現在は、フード付きタイプに置き換えられるケースもある。 初期タイプのシングルリフトやペアリフトの座面は効いた、またはプラスチックが露出していたが、スキー用の寒さ対策として、座面部分にウレタン等のシートを後付け改良するケースがあった。現在の半期は、最初から防寒シート付きの座面構造となっている。防護板を持つトラス構造式支柱、鋼鉄製滑車、背もたれなしシングルリフトの例が、下の写真の通りである。 一人用、二人用、三人用、四人用、六人用、八人用がある。ただし、日本では八人用、チェアリフトは設置されていない。スキー場では、一人用はシングルリフト、二人用はペアリフト、三人用はトリプルリフト、四人用はクワッドリフトと呼ばれる。六人乗りリフトについては、現在独自の名称がない。 乗車定員が2人以上のものも、定員以下、例えば6人乗りには1人から5人で乗車可能である。ただし混雑緩和のために相乗りを求められることがある。相乗りを求められる状況として、乗車位置の前にシングルレーンやおかずと様用等と称する専用のレーンが設けられていることがあり。この場合、1人客のスキーやスノーボーダー等はこのレーンに並び、 係員の誘導で空いている席に相乗りする。また、海外の例で、クワットリフト以上の乗車停留場付近に十分なスペースがある場合、一人最大8人、最大人数は、リフトの種類によるごとのグループ別レーンを設けて、定員に合わせた人数の組み合わせをして相乗りさせる、方式をとることもある。シングルリフトは、一人乗りのチェアリフトである。 座席の背もたれや手すりが一人乗りゆえに小さいことが多く、時にスキーリフトでは背もたれや手すりをつけていない座面だけのものもある。降車時はスキーリフトの場合、半機から外側に踏み出して移動する必要があることから初心者は降車時に戸惑うケースもある。また上級者専用コースにスピードの速い高速シングルリフトルものが設置されている場合があり。 これは、乗降時のスピードも速いので、リフトの乗降に技術が必要で、初心者には不向きである。揺れが大きくなりやすいため、乗車中に何らかの理由で、リフトが停止すると危険な状態となる場合もあるので、通常は半旗のバーにしっかり捕まっていることが推奨されている。近年では輸送力に勝る、他の種類のリフトが増え、その数は減少している。ペアリフトは、 二人乗りのチェアリフトである。ロマンスリフトと言われることもある。日本のスキー場で一番多く見かけるタイプのリフトである。ほとんどは上降の際に減速しない固定循環式が採用されているが、距離の長いコースなどでは一部に高速運転が可能な自動循環式も設置されている。それにつれてフード付きのリフトも生産されている。二人で乗るとき、大人二人の場合や、 主に初期タイプ固定循環式のシートの横幅が狭い、リフトなどは、お互いに真ん中に詰め合わないと、リフトの手すりに太ももなどをぶつけることがあるので、その点注意する必要がある。近年のペアリフトは搭乗者の対角向上などもあり、半期のシート幅が大きく作られるようになってぶつける、可能性は低くなってきたが、それでも油断は禁物である。なお、ペアリフトや工術する、 トリプルリフト以上の定員の乗車停留場では乗車位置と定めている場所の雪面に半機座面幅はかつ一人分の座席幅ごとに色分けしたプレートを設置していることが多くそのプレートを立ち位置の目標とすることで手すりへの衝突がかなり回避可能となっている比較的長距離のペアリフトには可動式手すりセーフティバーがついていることがありセーフティバーと足 スキースノーボード板崖が一体となっているものもある。日本最南端の鉄道として、ペアタイプのシギラリフト、シギラ上部シギラ下部、いずれも便宜上の下称が宮古島に存在していて、シギラ下部駅、下称が、鉄道事業法に基づく日本最南端の駅とる。トリプルリフトは、三人乗りのチェアリフトである。転落防止の可動式手すり、セーフティバーがあるものもある。 一時期多く設置されたが、混雑時はペアの乗客の隣に一人の客を相乗りさせざるを得ないという欠点があり、クワットリフトが現れてからはあまり新設されていない。トリプルリフトの中でも、可動式の屋根、フード付きのトリプルリフトは特に珍しく、日本では福島県の裏、バンダイネコマスキー場に1機、アイズ高原大クラスキー場に2機、 長野県の菅平高原スキー場に一機があるのみである。また、2016年4月までは、北海道のニセコマウンテンリゾートグランヒラフに一機、設置されていたが、現在はクワットリフトに置き換えられている。クワットリフトは、4人乗りのジェアリフトである。椅子が4人分横に並んだ形態をしている。椅子を1人分ずつ区切ったものもある。可動式の屋根。 風土に覆われるものもある。これにより雪や雨、風から体を守り、安全で快適に乗客を輸送することができる。この屋根は乗降場で自動で開閉する、半自動の場合もある。また手動で開けることができるものがあるが、通常の場合、乗降時と緊急時を除いては、スキー場ほか、運行主体側より乗車中の開閉を禁止されている、ケースも多いため、 やたらと、手動開閉しない方が良い。基本的に転落防止の可動式手すり、セーフティバーが付いている。フードを有する場合のセーフティバーは、フードと連動しているものもある。比較的遠距離感の輸送を担う場合はし、スキースノーボードいった欠けのある場合がある。また、トップシーズン前後に途半用として使用される、可能性のあるリフトについては、座席背後に、 スキー板ハンガーを装備するものもある。輸送力が高いため、主に人気の高い混雑するコースや長距離のコースに使われる。輸送速度が特に高い高速リフト、自動循環式の場合が多いが、稀に固定循環式のものもある。6人乗りリフト、6人乗りリフトは、6人乗りのジェアリフトである。構造は、クワットリフト同様に、 転落防止の可動式手すり、セーフティーバーがあり、上降時はメインケーブルから外れ速度が落ちる自動循環式を採用している。シングルリフト、ペアリフト、トリプルリフト、クワットリフトのような名称が付けられていないため、日本では6人乗りリフトと呼ばれている。日本では二0十六年十二月現在、広島県の芸北国際スキー場に唯一設置されているだけだが、 日本国外では、オーストラリアやアメリカのスキー場ではよく見かけるリフトである。日本で製造しているリフトとしては、乗車人数の多いリフトであり、日本ケーブル株式会社のみ製造している。一般財団法人日本工作交通協会と公益財団法人全日本スキー連盟が会員となっている全国スキー安全対策協議会において、 スキーリフト乗車時における次の条文が定められている。レフネムイコールスキーアソシエーションオブジャパン ?SAJ スノーセーフティーマンル -20182019 から01参考資料日本スキー協定安全編 P36 から37ヤマト警告社間、ISBN978 から4から635460224より 2018年12月7日閲覧。リフ。蒸気条文については次の理由がある。乗車中 BR に、椅子、半機の揺さぶりに及び3、椅子、半機からの飛び降り。降車時 BR に、振り損ない。蒸気の条文は、乗り場付近の注意事項表示板で告知されていることがある。また、揺さぶりや飛び降りの禁止は、リフト支柱に取り付けられている標識によって、 告知されていることもある。なお、スキーリフトに限らず、下記に運行される、チェアリフトにおいても、蒸気条文に順じて登場中の危険な行為をしない、方がよく、リフト乗り場に、設置の注意事項表示板なども確認すべきでや。2018年3月18日、ジョージア・グダウリノにある固定循環式、クワットリフトが突如高速で逆回転し、2機の半機に、 乗車中の客が乗車停留場の折り返し装置で振り落とされ、その衝撃で半機の悪作装置が支援策から離脱して止まり、そこへ他の半機も次々と衝突する事態となった。この事故によって11名が負傷した。事故の状況は動画撮影されたものが YouTube 等にも投稿されている。この事故の原因については、 リフト係員が誤って逆回転操作を行ってしまったという説と事故発生当時に停電が起こったという目撃情報による説が報じられている。海外でのチェアリフト逆走事故は他に2015年3月24日にアメリカメイン州ので多数の客を乗せたチェアリフトが1分間にわたって逆走し乗客のうち7名が転落、うち3名が病院に 救急搬送されるという事故も発生している。日本国内において稼働するチェアリフトは法律による構造の規定があり、どのメーカーもこの法律に準拠したものを製造、建設していて、蒸気のような逆走についてもそれを防止する構造が規定れている。また、チェアリフトを運用する運営会社等においては、 作動の監督官庁である国土交通省による建設前の審査及び稼働前の小試験を受け、稼働後も定期検査を行うことが義務付けられている。そのため、現在は日本においての逆走事故の報告例は確認されていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。